アーサー・ヘスケス・グルームアーサー・ヘスケス・グルームから1918年に1月9日は、幕末から明治にかけて、日本で活躍したイングランド出身の実業家。六甲山の開発と、景観保護に力を注ぎ、六甲山開祖と呼ばれた。神戸外国人居留地1846年9月22日、イングランドブライトン郊外のベルノンテラスで生まれ、 ウィルトシャーのマルボロカレッジで学んだ。トーマス・ブレイク・グラバーと共に、グラバー紹介を設立した兄のフランシス・グルームの、すすめで、同紹介に勤務することになり、訪日。長崎での勤務を経て1868年4月に、支店を開設するための出張員として、会場したばかりの神戸外国人居留地を訪れた。1870年に、 グラバー商会は倒産すると、元同僚と共同出資して、居留地101番地に、モーリアンハイマン商会を設立。日本茶の輸出、中国紅茶の輸入などを手掛けた。1883年には、横浜居留地へ移住し、キートの輸出を行ったが業績が思わしくなく、10年ほどで、神戸へ引き返し居留地内張間町34.35番地に、 勝者を構えちゃの輸出を続けた。1897年、神戸外国人居留地内にあった、オリエンタルホテルを、エドワード・ハズレット・ハンターらと共同で買収し、社長に就任した。1908年には、居留地6番地に、同ホテルの新館を建設。ゲオルグ・デラランデの設計した、この新館は、東洋一の洋館ホテルと呼ばれ、 高級ホテルとして繁盛した。しかし、同時期に起こった強行の煽りを受けて、オリエンタルホテルの経営状態は悪化。1913年に、現在の阪神電鉄青木駅近くで、横屋ゴルフアソシエーションのあった土地を、サミュエル紹介に売却。1916年には、ホテルの経営権を、日本人実業家の浅野総一郎に売却した。 1917年末、神戸外国クラブで開かれた、クリスマスパーティーに出席したグルームは泥酔して、玄関の石段で転倒し、脳震盪を起こした。翌1918年1月2日、同じ神戸クラブで開かれた新年会に出席した、グルームはまたもや泥酔した挙句玄関の石段で転倒し、頭部を強打。 傷口から破傷風に感染したことが原因で9日に死亡した。遺言により葬儀は、物式の家族葬で営まれ、遺体は火葬されて、春日ガの墓地にあった妻の実家、宮崎家の墓に葬られた。開名は、エーチイングリビ夢小児。三国池神戸ゴルフクラブのコースグルームは、六甲山の開発に力を注いだ。 きっかけとなったのはいつおが老舎者であったことを、趣味の狩猟で多くの動物を殺した報いと感じ、罪滅ぼしに狩猟をやめ、動物が多く住んだ、六甲山の自然を守ろうとしたことにあったとされる。1895年、長男、亀次郎の名義で、六甲山城の一万坪余りの土地を、畑原村など三つの村から、 農業遊園場を敷地として借りると、まず三国池付近の45坪ほどの土地に自分の別荘を建て、その後別荘地を外国人に分譲した。グルームが建てた別荘は六甲三条に建てられた最初の人家であり、101番屋敷、101と呼ばれた。スポーツマンとして知られ、神戸外国人居留地内に発足したスポーツクラブの設立に深く関与した。 グルームは、クラックに、恒例のメンバーを勧誘するため、土地の安い六甲山に、ゴルフ場を建設することを思い立った。工事は1898年頃に開始され、1901年に、4ホールのコースが完成した。このコースをもとに1903年、会員制のゴルフ場神戸ゴルフクラブが発足した。グルームは 山道の整備開発に資材を投じ、六甲山が、秘書地、リゾート地として繁栄する石を築いた。明治末には建てられた別荘は60個住人の外国人は100人以上を数え、別荘地一帯は、神戸外国人村と呼ばれた。六甲山を開発した鉱石からグルームは、六甲市長と呼ばれた。六甲山をめぐって、グルームにはいくつかの逸話が残されている。 白髭神社の狐ある日、グルームは漁師に追われ別荘の敷地へ逃げ込んできた、狐をかくまった。狐は付近に住み着くようになり、グルームの膝の上で眠るほどに懐くようになった。狐は、グルーム以外には全く懐かず、グルームが死ぬと姿を見せなくなった。1919年、グルームにかくまわれた狐が乗り移ったという男が、 中山で通りに住んでいた家族の元を訪れた。この出来事をきっかけに、家族は、六甲山に祠を作って狐を祀ることにした。グルームがかくまった狐の尾が白かったことから、祠は白髭神社と名付けられた。この祠は現在六甲山ホテルの西にある。グルーム地蔵ゴルフ場の建設工事を行っていた頃、外国人の子供が、 建設予定地の近くにあった地蔵にいたずらをして首を折った。グルームはこの地蔵に新しい首をつけて別荘内に安置するとともに新しい地蔵を作って元の場所に置いた。この地蔵はグルーム地蔵と呼ばれ後に近くから出た湯水は味が良いと評判になった。この湯水はグルームの末期の水に用いられた。 記念碑記念碑台のグルーム記念碑1911年、グルームの六甲山開発における功績を称えて、記念碑を立てる計画が持ち上がった。グルームは、私は神様ではない。死んでからにしてくれと断ったが、計画は、実行に移され、高さ3メートルの石碑、六甲山海祖の碑が後に記念碑台と呼ばれるようになる山上に設置された。この石碑は、 太平洋戦争中の1942年に敵国人の検証費として軍部の手によって破壊されたが終戦後の1955年に六甲山の碑として再建された。グルームは神戸を訪れて間もなく下宿先であった前生寺の住職佐々木千住の紹介で大阪玉作りの氏族の娘宮崎忠と結婚した。夫婦仲は 娘の柳が50年1日のごとくいたわり合い信じ合っていたと振り返るほど良好で、グルームがオリエンタルホテルの経営で苦しんだ際に、自家は手持ちの資産をすべて提供した。夫婦の間には15人の子供が生まれ、全員が妻の実家である宮崎生を名乗った。長男亀次郎は昭和6年に死んだが、次男の米吉夫妻が中心となって、 六甲山の開発で追われた、長寿中、草木の遺霊を願った父の志を継ぎ、三国池の横道を登り詰めた丘の上に、北家峡百官を収めた、グルームの宝刀を建てた。その他グルームに関係する史跡として、前述の白髭神社、グルーム地蔵、チェンバー標識跡がある。ありがとうございます。